はい、いよいよ RTA in Japan 最後の種目となりましたソニックフロンティアの時間です。解説の旬です。皆様どうぞよろしくお願いします。本ランの走者ですが、なんと日本一の記録保持者です。先月の RTA イベントスタイリッシュスピードランショーケースでも素晴らしい走りを披露してくれました。紹介しましょう。走者ゴー君です。はい、どうも、ソニックフロンティア走者のゴーです。皆さんに最高にかっこいい音速の世界をお届けできるよう頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、それでは早速始めていきましょう。ハイスピードスタイルで決定ボタンを押した瞬間にタイマースタートです。掛け声は3カウントグッドラックでいきましょう。皆様ご唱和お願いします。3、2、1、グッドラック。よろしくお願いします。さあ、前置きもそこそこに始まりましたソニックフロンティア RTA。 早速ですが、本ランで最重要のテクニック、フォーミングブーストの紹介をします。ロックオンした敵に向かってソニックが突進するフォーミングアタックという技があるのですが、この技の入力直後にブーストを使ってキャンセルすることでソニックをとんでもない速度で飛ばすことができます。はい、今のこれですね。普通に走るより圧倒的に速い上に道を無視してショートカットもできる RTA の必須技となっています。今後もこのフォーミングブーストを使って何度もステージを破壊していきます。どうぞお楽しみに。いいですね。うん、いい感じのタイムですね。さて、ここからはオープンゾーンとなっています。先ほどまでいたステージは電脳空間といって、本作はオープンゾーンで電脳空間に入るためのアイテムを探して電脳空間をクリアすることで今度はボス戦に必要なアイテムを入手していくという構造になっています。電脳空間は実は過去作のステージをオマージュしていたりするので、ソニックを遊んだことがある方は既視感や懐かしさを感じるかもしれないですね。とはいえ、先ほどのように今後もとんでもないスピードでクリアしていきますので、果たして懐かしむ余裕はないかもしれません。またこの後にはチュートリアル、中ボス戦、電脳空間にスキップできないムービーとかなりの要素をもろもろ全部スキップする本ランの最初の見どころが控えています。1の2スキップと呼ばれるこのテクニックで一気に3分ほど短縮する予定です。こちらもどうぞお楽しみに。さあ、そうこう言ってる間に中ボスの忍者戦です。中ボスを撃破するとポータルギアという電脳空間に入るためのアイテムが手に入ります。本来なら電脳空間をクリアすることでちょっと離れた島に渡るための橋がかかるのですが、本ランでは先ほどの1の2スキップで電脳空間に入らずに渡っていきます。さあ、この後は簡単な謎解きです。本作ではこのようなミニゲーム的な要素もオープンゾーンに散りばめられています。さあ、これは像を回すだけですね。さて、ここでサイループというスキルのチュートリアルが入ります。ボタンを押しながら丸で囲むことでステージギミックを起動したり敵を打ち上げたりといった効果が発動できます。特に何もないところで再ループを行うとこのようにリングを取り出すことができます。最大数までリングを稼ぐとパワーブーストという状態になり、ブーストの速度が最速の状態になります。 RTA ではこの状態を可能な限り維持してタイム短縮を狙っていきます。さあ、お待たせしました。最初の見どころ1の2スキップです。まずはポータルを使ってジャンプ、そしたら見えない床に着地します。今空中を走っていますね。このままだと見えない壁にぶつかってしまうのでうまく迂回していきます。あ、いけるか。お、いいですね。最後にこの対岸のスプリングにフォーミングアタックをして着地、見事成功です。このシーンではだいたい 2,3 秒の短縮になります。さて、この後はフィールドにある経験値アイテムを回収していきます。ストンピングアタックというスキルを習得するのが目的です。さらに習得したストンピングアタックを絡めた本ランの最重要テクニック、その2、スリングショットの説明をしましょう。このスリングショットというテクニックは実は HSP という別の名前がついたテクニックの派生技となっています。敵をロックオンした状態で
サイドステップからストンピングアタック、エアブーストと入力することでソニックを空高くぶっ飛ばすことができます。 HSP は基本頭上にしかソニックを飛ばせない上に、ジャストタイミングでボタンを押さないと高度がうまく稼げない難しい技なのですが、 HSP をやる前にサイループやホーミングダッシュを挟むことで入力までの猶予が10フレーム以上伸びます。またある程度好きな方向にとんでもない速さでソニックを飛ばすことができるようになります。はい、今のこれですね。さあ、このまま空中からボス部屋に侵入します。他のボスはマップ上のイベントをこなさないと出現しなかったりするのですが、この一面のボスだけはなぜか何の準備もなしに戦います。ソニックを本来のボス開始位置に移動させるとボスがポップします。さあ、それではギガント戦です。実はチュートリアルをスキップしているせいでギガントの体に当たり判定がなくなっています。そのため体にあるダッシュリングを使って頭部まで登っていきます。頭部にあるカオスエメラルドに触れたらスーパーソニック戦です。さあ、ボスとのガチンコ対決ですが、まずはサイループ、その後ストンピングアタックを7回します。はい、そしたらサイループで叩き落としていいですね、反撃してくるのでこれをパリ。さあ、そしたら第二形態突入です。ここおそらくなんですが、体力を削りすぎていると QTE を発生するレーザーを打ってくるので、第一形態で削りすぎないことが大事になります。うまくいくかな。お、いいですね、成功しましたね。これで約5、6秒の短縮になります。あとは攻撃に当たらないようサイループで打ち上げて、ストンピングアタックで最後まで削っていきます。いや、ここの BGM かっこいいんですけど、一瞬で終わっちゃいましたね。いや、すぐ終わっちゃうんですよね。ここだいたいサビとか流れ始める前に終わっちゃうんで悲しいんですよね。結構サビかっこいいんですけどね。ちなみにランの方は結構クロノスとうまくいってるんで、このまま油断せず最後まで走り抜けられたなと思います。はい、頑張っていきましょう。まあ、まだあと1時間くらいあるんでね、ミスらないようにしたいですね。さて、これで最初のステージはクリアとなります。クロノスを攻略した 0%。 さあ、2ステージ目は砂漠が広がるアレス島の攻略です。まずは最初の敵を使ってスリングショット、とんでもない速さで移動していきます。普通に走るのと比べるとだいたい40秒ほどの短縮になります。移動先でアイテムを回収したら 2-2 の電脳空間へ挑戦していきます。さて、この 2-2 落下しやすい難しいステージとなっています。またこれ以降すべての電脳空間では S ランクのタイム規定、リング枚数、レッドスターリングのアイテムの全発見、すべての項目のクリアを目指していきます。さあ、やっていきましょう。まずは足場を乗り継いでいきます。赤リング忘れずに取っていきましょう。ちょっとミスったな。おっと、さあ、赤リングを獲得して、ここのスプリングを使ってホーミングブースト。あ、ちょっとリガバリします。おっと、はい、本来であればゴールの目の前まで飛び出すはずだったんですが、ちょっと勢い余って向こうまで行ってしまいました。まあ、落ちなかったんでセーフです。はい、さあ、見事全項目をクリアしています。この項目のクリア数に応じてボス戦に必要なカオスエメラルドを手に入れるためのエメラルドキーというアイテムの取得数が変わってきます。最小限の回数で済ますために全項目をクリアしてのゴールが必須というわけですね。さあ、ここでマップを再度ロードして初期位置に移動します。ここからはさっきまでしれっと集めていたメモリアイテムを使って囚われたナックルズの解放に向かいます。さあ、まずはスリングショット、これで一つ目のカオスエメラルドを入手です。ここからは再びメモリアイテムの回収に向かいます。メモリはナックルズに話しかける前にすべて回収しておかないと、後で入手したときにチュートリアルが出て約1秒のタイムロスになってしまうので気をつけましょう。さあ、ナックルズに話しかけます。
この後はシャークという敵に見つかりに行きます。おっと見つかって、ね、はい、発見状態のまま再度ナックルズに話しかけると、解放演出中のムービーでソニックを少し移動させることができます。すると今度はストライダーという敵に発見され、なぜかまたしても解放演出中にソニックを移動させることができるようになります。さあ今これ下テキストストレージ状態になっているのがテロップでわかるでしょうか。この状態のままオアシスの近くまで移動させます。はい、この辺りの位置でテキストを送ります。この後は本来であればワイバンチェイスと呼ばれる敵との追いかけっこが始まりますが、今移動したところはワイバンチェイスのゴール地点あたり、この場所からチェイスを開始することでイベントが開始してすぐにゴール後のムービーを始めさせることができます。このテクニックでイベントとムービーをスキップしてめっちゃ時短ができます。ですがどうもムービーに引っ張られてゲームの FPS が30に固定されてしまうようです。オプションの設定で元に戻すこともできるのですが、この次の島に入ってすぐ 30fps でないとできないテクニックがあるので、砂漠地帯はこのまま進めていきます。まだ時間があるようですので軽くストーリーの解説をします。先ほどからソニックに対してツンツンしている女の子セージというのですが、それもそのはず、実は1ステージ目で倒したボスは敵ではなく真のラスボスである破壊の神を封じている守護者だったのです。セージはそれを知っているのでソニックに対してなんてことしてくれてんねんと思ってはってやですね。さあ今崖から落下しました。この落下による死亡判定とムービーを合わせてスキップしています。さあボス部屋に侵入していきましょう。まずは雑魚敵を利用してスリングショットでソニックを飛ばしています。さあ BGM が変わるとボス戦スタートの合図になります。まずはここの塔に登って雑魚敵をロックオンします。その後は HSP というソニックを頭上に飛ばすテクニックで一気に塔の上まで飛んでいきます。するとボスがいるのでここに着地、これでボス戦を開始することができます。いいですね今の、テクニック、実は 2,3 フレームの猶予しかない難しいテクニックなのですが見事成功しました。さあここからはワイバーンの頭部のカオスエメラルドを目指した強制スクロールになります。コース上には障害物にホーミングアタックをする箇所があるのですが、全部に対してアタックしてしまうとややロスになってしまうので、ジャンプやブーストなどでうまく切り抜けていきます。その代わりコースから落下してしまうと開始地点からやり直しになってしまうので気をつけてもらいたいですね。さあボス戦までまだ時間があるので重要テクニックの HSP とスリングショットについて少し解説しましょう。これら再ループやホーミングを挟む最初の動き以外は全く同じ操作になります。ですがブーストを押すタイミングが少し違います。 HSP はソニックが飛び上がる瞬間くらい、スリングショットはソニックが敵の頭上に移動している間くらいに押すイメージです。スリングショットをしたいときにでも HSP が暴発してしまうことがあり、そうするとスリングショットの横方向への移動速度はそのままに、天高くソニックが飛んでいってしまうので注意します。さあさっきからさらっと出していますが、実は結構慎重な操作が必要なテクニックでした。追いかけっこもそろそろ終わりです。この辺りでブーストが足りなくなることがあるので、先ほどのように連打することで速度を維持しながらブーストゲージを回復することができます。さあスーパーソニック戦開始です。開幕はブーストミサイルがこの後飛んでくるのでそれを弾き返します。さあすると敵が反撃をしてきます。反撃を返したらトルネードアタックとストンピングを交互に使って攻撃していきます。トルネードアタック中は敵の行動が止まるのでその間にダメージを与えることで敵の反撃回数を減らすことができます。はい、こんな感じで止まってるんですね。さあ第1形態が終了しましたが第2形態もやることは基本同じです。ここの BGM めちゃくちゃかっこいいんですよね。特にサビの入り最高にかっこいいんですよ。ここ僕の推しポイントですね。
スパ作ソニックフロンティアではスーパーソニック戦が複数回あるんですよね。過去作のソニックだと結構、ラスボスとか隠しボスでしかスーパーソニックになることってなかったので、複数回スーパーソニック戦があるのはちょっと新鮮な感じがしますね。ソニックフロンティア的には各島のボス戦でスーパーソニックになってくれます。そこで毎回別のボーカル曲が流れてくれるんですよね。結構豪華ですね。スーパーソニック戦って毎作品結構かっこいいものが多くて、まあ、今作も例に漏れずめちゃくちゃかっこいいので最高ですね。ちなみに過去作を含めた僕の推し BGM はシンソニのヒズワールドのアレンジとソニックヒーローズのワットアイメイドオブの2つですかね。この2つめちゃくちゃかっこいいんですよ。とまあ過去作の話とかしてるとね、止まらなくなってしまうので、そろそろ解説のしゅんさんの方にね戻していきたいと思います。はい、熱いオタクトークありがとうございます。さてそろそろ Y 版も撃破となります。この後の QT をこなした後に第3ステージのカオス島に入ります。ここまではカオスエメラルドやメモリーアイテムをほとんど集めずに攻略してきましたが、3ステージ目以降はちゃんと集めないとボスが出現しないので、今後は全て集めていきます。カオスエメラルドの回収に必要なエメラルドキーが25個、イベント進行に必要なメモリーアイテムは140個となります。結構多いですね。エメラルドキーの回収のために電脳空間を3箇所攻略することになり、従来のソニック的な見どころも多くなるのではないでしょうか。さらにここから RTA 的な見どころも盛りだくさんとなってきますので、よそ見厳禁でどうぞ最後まで見ていきましょう。はい、アレストを攻略した 0%。さあ3ステージ目ですが、最初は 30fps 限定のアイテム増殖技を使います。まずはメモリーアイテムを回収。ここの敵を利用してスイングショットで塔の上まで一気に登ります。塔の上にあるポータルギアを回収します。画面左上の歯車マークを見ていてください。ストンピングを使って落下することでなぜかポータルギアが2個に増殖します。これが 30fps でないと発生しないので、フレームレートをそのままにしておく必要があったんですね。奏者のゴー君になんでって聞いたんですけど、わかんないって言われました。さてこれから3の1の電脳空間ですが、このタイミングで 60fps に復帰していきます。さあこの3の1ですが、ソニックアドベンチャー2のグリーンフォレストというステージのリメイクステージになっています。やや難易度高めのステージですが、ホーミングブーストでガンガン地形を無視していきます。さあやっていきましょう。まずは最初の敵でホーミングブースト。さあその後は赤リングを回収してスプリングでホーミングブースト。さあここでもホーミングブーストで地形を無視して進んでいきます。いいですね。赤リングを回収してスプリングでホーミングブースト、ストンピングアタックで着地をしています。さあスプリングを越えたら敵がいるので、ここでもホーミングブースト、圧倒的ホーミングブーストです。ほとんど走っていません。さあ走らずただひたすら飛び続ける、皆さんこれが令和のソニックです。見事ゴー、うまくいきましたね。結構いいですね。ちょっとこのままオタク走行させてもらってもいいですか。あ、どうぞどうぞ。ここのリメイク元ステージのグリーンフォレストなんですけど、ここ僕めちゃくちゃ大好きで、特に BGM の入りが原作ステージめちゃくちゃかっこいいんですよね。ソニアド2の、ライバル的な存在であるシャドウと戦った後に島が爆発するから早く逃げなきゃみたいな感じの展開になるんですけど、そこから、クソかっこいい BGM が流れ始めて、あそこのリメイク元ステージのグリーンフォレストが開始するんですよね。実はそこのかっこいい演出がですね、スキップできないムービー扱いになってて、 RTA とかの動画とかでも楽しむことができるんです。ある程度とね、その後めちゃくちゃかっこよく駆け抜けていくねソニックさんを見ることができるんで、もう本当におすすめの見方になってます。ぜひね興味ある方 RTA 動画とかで見てもらえると嬉しいです。
あと BGM Won't Stop Just Go っていう BGM なんですけど、これ本当にかっこよくてね、もうめちゃくちゃおすすめなんで、ぜひ聴いてみてください。あの Amazon Music とかね、そういうところにも入ってるんで、あの登録されてる方はね、ぜひ聴いてみてもらえると嬉しいです。さて三の二倉庫を話してるうちに着いたんで、シュさん、あとはよろしくお願いします。はい、任されました。さあ三の二挑戦していきましょう。さあこのステージの構造なんですが、基本は 2D ステージのようになっています。しかし最後の方になぜか奥側に移動できる 3D のように動ける瞬間があります。次元バグと呼ばれるこのやり方でタイム短縮を狙っていきます。さあ必要なアイテムを回収していきましょう。そしたらですね、ここのスプリングですね、ここでストンピングをすることでこのように奥側に移動できます。そのままゴールし、素晴らしいですね。結構いいですね。おお、30秒切ってますね。 S ランク規定が1分20秒なんですが、なんと30秒を切ってクリアしています。さてこの後は赤のカオスエメラルドを回収しに向かいます。ポータルを利用して上空へジャンプ。ここの敵を利用してスリングショットで飛んでいきます。あ、ミスった。おっとちょっと別の敵を使いましょう。お、いいですね。はい、一気にアイテムの場所まで飛んでいきます。あ、地続きに、おっと届かない一回落ちましょう。はい、このように地続きになっていないのでうまく大ジャンプする必要があります。そうっすね、もう一回ポータルで飛んだ方が安全かもしれないですね、そうですね。さあもう一度チャレンジしていきましょう。ここの敵ですね、ここの敵をロックオンしてスリングショットをする。今回は大丈夫そうです。大丈夫そうですね。はい、敵との高度差が重要なテクニックがスリングショットです。さあ道中のメモリーアイテムを拾いながらカオスエメラルドのところへ向かっていきましょう。はい、赤のカオスエメラルドを回収できました。回収したらマップを一度ロードして初期位置に戻ります。ここからは2ステージ目同様、ムービースキップのための手順を行っていきます。3ステージ目のテクニックはシールドエスケープスキップと呼ばれています。エスケープなのでまたしても本来は追いかけっこがあったということですね。さあメモリーアイテムを回収しながらイベントの場所へ向かいます。スリングショットで大幅に短縮。さあここにはテイルスがいるので話しかけます。今取得したのはクロスラッシュという技です。後で登場するのでお楽しみに。さあ今画面に現れたのがこのステージのボス、ナイトです。こいつが持っているシールド、これから逃げるのでシールドエスケープスキップと呼ばれています。それはこっちのセリフだぜ。さあスキップしていきましょう。この後崖があるのでその部分にソニックがめり込むようにスティックを傾けます。するとソニックがガクガクしだすのでブースト、すると岩の上をこう越えて着地することができます。本来であれば先ほどの段階から強制スクロールが開始されるのですが、岩のアーチの上を通ることにより解除ができています。なのでこのようにカオスエメラルドとメモリーアイテムを回収してゴールフラグがある島まで移動していきます。さあアイテムを回収し終わったので島までジャンプ。ギリギリ危ない。いいですね。島に着いたら一旦3の5の電脳空間を開放しに向かいます。
実はゴール地点に早く着きすぎてしまうとゲームがフリーズする危険性があるためです。さあ、そしたらポータルを使ってジャンプ。今度こそゴール地点に向かいます。地面の模様を目安に着地したら即座に落下。死亡判定とムービー開始をかぶせてスキップさせたかったのですが、ムービーが始まってしまいましたね。いやー、やっちゃいましたね。まあまあセーフです。これでも一応成功なんでね。はい、そうですね。本来であればこのムービーもスキップして3の5から再び始めることができるのですが、残念ながら今回はムービーが流れてしまいました。ただ一番最悪なのは実は開始地点まで戻されることがあるので、まあ、そこまでは失敗しなかったので OK。 さあ、では3の5の電脳空間に挑戦していきましょう。実は3月にあったアップデートで電脳空間内でもパワーブーストが有効になりました。このステージなんかはただひたすら走るだけなので最高速度上昇の恩恵を受けてクリアタイムが5秒くらい縮まっています。リングの枚数規定が90枚と厳しめなのでそこだけは注意してクリアします。もちろんこのステージだけでなく他の電脳空間もパワーブーストを前提としてこの1ヶ月で仕上げています。スタイリッシュスピードショーケースの時よりもさらにスピード感の増した攻略になっているかと思います。皆様どうぞお楽しみに。いいですね。まあいい感じです。さあ、これでカオスエメラルドが解放されました。この後はテイルスのイベントを回収しに向かいます。ああ、弾く返されちゃった。ちょっとスリングショットしましょうか。はい、そうですね。おさあ、この敵を使ってスリングショット。若干角度が怪しいのでもう一回やります。本来であればあの円錐状のところに着地したかったですね。お、今度は大丈夫そうですか。ちょっと位置調整をして着地します。さあ、これによりコンソールのロックが解除されました。ここからは今解除されたコンソールに向かっていきます。さあ、道中のメモリアイテム忘れずに回収していきましょう。再び敵を利用してスリングショットで一気に移動します。さあ、エメラルドキーを入手してカオスエメラルドの封印が解けました。この後はコンソールにアクセスします。さあ、シューティングの時間です。磁気の色を敵の弾に合わせて白と黒に切り替えて撃破していきます。なんとかルガとかなんとかオートマタみたいなシューティングを連想された方はいるかもしれません。安心してください、それで完全一致です。こういったミニゲームや謎解きなんかがオープンゾーンに用意されているわけですが、ソニック的には割と新しい試みなのかなって感じですね。ちなみにこれ弾発射はボタン連打です。今ゴー君めっちゃ連打してます。そういえばシューティングは連打が必要なんですが、3月のアップデで QTE の方は実は連打ではなく左スティックぐるぐるで対応できるようになりました。 RTA 的にはぐるぐるになって何か変わったんでしょうか。まあ、圧倒的に指に優しくなりましたね。僕連打苦手なんで回転で対応できるようになったのはとても嬉しいですね。ただシューティングはやっぱ連打しなくちゃいけないんで、まあ、タイムをちょっと犠牲にすればあの長押しとかでもいいんですけど、 RTA 的にはね微妙なんで連打でね頑張ってます。素晴らしい精神ですね。はい、この時点で赤エメラルドまでのルートが解放されたのですが、今回はすでに回収しているので使うことはありません。ムービーの後はアイテムを回収しながらテイルスのイベントを消化していきます。さあ、アイテムについてこの後も数枚回収する予定の紫色のコインがあります。
紫コインは最後の島で釣りをするために使用します。実は最初の方からコツコツ集めていました。釣りは最後にまとめてやることで効率化しています。おっとちょっと届かなかったですねもう一回 OK です OK です。はい、この紫色のコインですね、忘れずに拾っていきましょう。さあ上空の敵を使ってスリングショット、白のエメラルドまで一気に飛んでいきます。さあこの周りにも紫コインあるので回収しましょう。さあそしたら次のミニゲームの場所まで移動します。さあこの敵を使ってスリングショット、おっとちょっと引っかかっちゃいましたね。もう一回スリングショットしましょう。カメラがOK です。今回は行きましたね。はい、そろそろこの動きも見慣れてきたかなと思います。いや本作全然走りませんねソニック。さあここからはパーツ集めのミニゲームです。箱を壊すと出てくるパーツをひたすら集めていきます。フォーミングアタックからブースト、ストンピングと入力することで若干早くストンピングが出せます。ただ入力が遅いと溶岩に落下してしまうので気をつけたいところですね。さあ箱壊して集めています。今だいたい300個くらい集まったかなですね。もうちょっと集めて真ん中の島に向かっていきたいですね。そうですね、はい、だいたい400個ほど集まったので真ん中の島に移動します。ここの箱をすべて壊すと約200個パーツが手に入るのでそのままクリアとなります。はい、OK です。はい、いいですね。さあこの後は道中のアイテムを回収しながら黄色エメラルドのところへ向かいます。さあここの紫コインも忘れずに拾っていきましょう。はい、ここの敵を利用してスリングショット、対岸の島に移動します。そういえば今作はメインストーリーにエミ、ナックルズ、テイルスとソニックおなじみのキャラたちが絡んできます。しかし、ソニックにやたら敵対心むき出しのセイジという女の子の手によって電脳空間に閉じ込められてしまっています。まあ、RTA だとムービースキップしちゃってるんでほとんど彼らの出番はありませんが、ナクルズとテイルスはちらっと映ります。しかしエミーに関してはクロノス島でなんと解放しないままにクリアしてしまったので全然映りません。かわいそうですがタイムのための致し方ない犠牲というやつです。さあ黄色エメラルドを回収したら一度マップをロードして初期位置に戻ります。この後はスカイダイビングのミニゲームの場所へ向かいます。さあまずはここの敵を使ってスリングショット、いやもう見た通りすごい距離を飛んで大幅に短縮をしています。さあスカイダイビングのミニゲームです。このミニゲーム非常に単純で敵やスプリングを避けながら落下していくだけとなっています。必要な敵にだけホーミングアタックで倒していきます。このミニゲームね結構ロックオンが暴れるんですよね、必要な敵だけロックオンしてホーミングアタックしないといけないところがあるんですけど、この後なんですけど複数体敵がいて結構ロックオン暴れてしまうのでちゃんと狙っている敵をロックオンしての確認してからですね攻撃ボタンを押すように気をつけます。お、いいですね。今のところとかねめちゃくちゃ左上右、左上と左下かなにロックオン吸われてたんで結構ね違う敵を攻撃しちゃうことがあるんですよね。ちょっとビリビリしているのでここは周期を調整して
安全に行きます。はい、いいですね。ビリビリしている時に当たると失敗になるので、今のようにうまく調整する必要がありました。さあ、ここ実は最後にこのように大量にリングがあるので、まあ、実は仮に被弾したとしても再びパワーブースト状態に戻ることができます。クリア。さて、この後はピンボールのミニゲームになります。ピンボール、実はソニックフロンティアのミニゲームの中でも最も時間がかかるミニゲームとなっています。なので当然スキップしていきます。さあ、まずはメモリーアイテムを回収しに向かいましょう。はい、140個集まりましたね。なのでここからピンボールに向かいますが、スキップのための準備としてセーブと、あとですね、ここの箱を壊しておきます。するとこれでオートセーブをロードした時の位置を固定できます。他のオブジェクトに触れてしまうとセットアップが解除されるので注意です。さあ、テイルスに話しかけたらムービーが始まるので、このムービーはスキップします。そしたら即座にタイトル画面に戻ります。さあ、戻ったのでオートセーブをロードします。このままスティックを8時の方向に倒しておきます。さあ、まだ倒しておきます。画面が暗転したのでジャンプとブーストで位置を調整。またしてもピンボールの開始ムービーが流れるのでこれもスキップ。ピンボールの開始と同時にソニックが落下することで、いいですね。はい、スキップできました。この成功で5分以上の短縮ができています。さあ、この後はわざと2回落下しします。そしたらボスナイト戦です。先ほどの落下でリスポーン位置が崖に近い位置になりました。本来はもっと中央にあるくぼみのところからのスタートになるのですが、崖の方から始めることでボスの頭に直接アクセスできるようになります。あっと、こいつ暴れ馬タイプかもしれないですね。いや、ぐるぐる回ってますね結構ね。あー、暴れてます。あー、いつもより多くね回ってますね。はい、これ暴れてるとうまく頭に着地できないので止まるまでちょっと待ってます。あー、やっときましたね。わー、ちょ飛べなかった飛べなかった。さあ、ボスの頭にカオスエメラルドがあるのでこれにアクセスすることでスーパーソニック戦が開始されます。開幕は剣を振ってくるのでこれは弾きます。さあ、弾きましょう。そしたらシールドを構えるので一発殴ってからサイループ上に飛ばしたらクロスラッシュとストンピングで削っていきます。ここで2種類技を使うのはワイバーン戦みたいに何か意味があるんでしょうか。いや、ここはもう完全に僕の趣味ですね。いろんな技使った方がねかっこよく見えるんで、ワンパターンにならないようにいろんな技を使うようにしてます。ただタイム的には若干遅くなっていると思います。なんですけどこんくらいのタイムで第2形態に入ると第2形態の戦闘開始と同時に曲のサビに入るんですよね。こんな感じ。なるほど、めっちゃかっこいいんですよ。こういうの大好きです。タイムより大事なものがあるということですね。さあ、ここからはシールドを投げてくるので跳ね返していきます。ナイトとの位置関係は若干運ゲーになっているのですが見事一発で成功。当てたらサイループからのクロスラッシュストンピングで最後まで削っていきます。お、いいですね。はい、これで本 RTA 約半分をこなしたくらいですが、ここまでの
感触とかどんな感じでしょうか。そうですね、一回スリングショットミスって落下しちゃったんですけど、それ以外はあんまり目立ったミスがないんで、結構いいペースでここまで来れてるかなと思います、うん、いやー良かったです。なんか変なとこミスったりね、電脳空間で落ちたりしてないんで、結構いい感じのランを見せられてるんじゃないかなと思います。そうですね、結構ね3の1とか練習とかだと結構ミスっちゃったりしてたんで不安だったんですけど、一発でいけてるんでね、このままラストまで駆け抜けたいと思います。ちなみにここのムービーなんですけど、ソニックがナイトの剣を奪って一刀両断するような形で撃破してくれるんですよね。ソニックってあんまり剣使うシーンがゲーム中でなくて、まあ、Wii の暗黒の騎士っていうタイトルがあって、その時は剣をメインで使ってたんですが、こういうでかい剣を使うみたいなのはあんまりなかったんですよね。こういう珍しいシーンが見れるのはソニックフロンティアのいいところではありますね。男の子はね、みんなあの敵の武器奪って使いこなして倒すとかね、大好きだと思うんで、まあ、僕大好きなんですけど、こういうのちょっと興奮しますね。ロマンですね。さあ、カオス島を攻略した 0%。 この後は本乱の中でも最も高い操作精度が要求されるレイヤ島のタワー攻略です。まずは塔の約中腹くらいまでは登っていきます。さあ、そしたらここに敵がいるので、この敵を使って HSP、 おお素晴らしい。ここ狭い足場で 2,3 フレームの猶予しかないんですが、見事一発で成功です。素晴らしいですね。さあ、一つ目のタワー無事攻略ができました。この後はタワーから落下して途中の敵をロックオン。さあ、この狭い足場に着地してスリングショット、おいいですね。 OKOK、 okay, okay. はい、今のところも着地できる足場が小さいのでかなり難しいんですが、またしても一発で成功。素晴らしいです。これで2本目のタワーもクリア。さて、次は4本目のタワーに向かっていきます。向かっているのは4本目のタワーなんですが、攻略するのは3本目のタワーです。さあ、4本目のタワーの足元に白い風船のような敵がいるので、そいつを利用してジャストタイミングでのスリングショットで飛んでいきます。ここも 2,3 フレームの猶予しかない難しい技です。さあ、ジャストタイミングでないと距離と高度が足りないのですが、素晴らしい。これで3本目のタワーもクリアできますね。はい、3本目のタワークリアです。いいですね。さあ、4本目のタワーの中腹に向けて飛んでいきます。中腹にいるエネミーを利用して塔のてっぺんまで HSP で一気に登ります。ちょっと出なさそうですね、なかなか。お、 OKOK、 出ました。おー、いいですね。はい、ちょっと手こずりましたが、これで4本目もクリアです。さあ、この後は下まで降りて途中の敵を利用してスリングショットで5本目に向かいます。さあ、敵をロックオンしてスリングショット5本目に向かいます。ちょっと高度が足りないのでブーストを解除することでふわっとちょっと浮くことができます。さあ、これで5本目もクリアですね。さあ、この後は降りる途中の敵でスリングショット、6本目の塔に向かっていきます。さあ、 OK、 大丈夫そう。いいですね。さあ、届くか。 OK です。届いた。はい、これで全てのタワーの攻略が完了しました。いや、本乱最難関の箇所だったのですが、かなり順調にいったのではないでしょうか。いや、うまくいきましたね。特に1本目2本目ノーミスだったんで、かなりいい感じでしたね。いや、素晴らしかったですね。さあ、いよいよ最後の島ウラノス島の攻略です。開幕は紫コインを回収、それからエメラルドキーの回収へ向かいます。
ったここ渦巻き状のレールから左側へ大ジャンプ。空中にあるメモリアイテムを回収した後に元いた方向に向かって大ジャンプ。お、いいですね。はい、小さいですがメモリアイテムを的確に回収していきます。さあこの後はスリングショットで飛んでさらにアイテムを回収していきます。はい、いいですね。このようにソニックのオープンゾーンアスレチックのように配置があるんですが全部こなしていると時間がかかってしまうのでアスレチックの途中でブーストを利用してうまく抜けてアイテムだけかすめ取っていきます。おっとちょっと高度が足りない。ここからどうやって上に行けばいいかな。無理やりこれでいけるかな。はい、素直に上がっていきました。さあメモリアイテムを回収したら元いた島の方に戻ります。そしたらポータルギアを2つ回収します。さあ今再ループを挟んでいたのですが実はですね再ループによってもメモリアイテムが時々出てくることがあります。なので道中ところどころに挟んで少しでもフィールドから回収するメモリアイテムを減らしたいという心づもりです。最終的にメモリアイテムが190個エメラルドキーが33個ポータルギアが2つと回収しないといけないアイテムだらけですのでテキパキと回収していきましょう。タイループから1個出ましたねメモリアイテム、ね、さあこことか結構小さいところに高い位置から行かないといけないので難しいのですがうまく回収できましたね。さあそしたら 4-3 の電脳空間です。この 4-3 RTA で挑戦する電脳空間の中では1番目か2番目に難しいステージになっています。さあ頑張っていきましょう。お店で行きたい。まずは開幕急降下リングを回収してフォーミングブースト赤リングを取ったら左下に落下します。さあ足場に注目。ここですねカメラが実は足は映っていないので難しいところではあったんですがちゃんと着地できましたね。危ない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 。さあ赤リング忘れずに回収していきましょう。さあここからはリングと赤リングちゃんと回収していきます。はい、敵を利用してホーミングブースト赤リングがよいしょ。はい、ここ下から入って敵を倒してそのままゴール。いいですね。ちょっとミスりましたがまあ9大点って感じです。さあここからも素早くメモリーアイテムを回収しながら一つ目のカオスエメラルドに向かっていきます。まずはブーストで移動してエアブーストで無理やりレールの上に乗って一つ目を回収。レールから飛び出したらホーミングアタックで2つ目を回収。さらに足場から飛び出して3つ目を回収。いいですね。さあここのメモリーアイテムを拾ってカオスエメラルドも回収できました。さあここから続けて2つ目のカオスエメラルドの回収に向かいます。さあアイテムだけうまくかすめ取っていきたい。おっとロックオンが消えちゃいましたね。さあスリングショットでカオスエメラルドの手前まで一気に飛んでいきます。手前で着地したらメモリアイテムなどを集めていきましょう。
さあこれで2つ目のカオスエメラルドを回収です。そしたら近くのダッシュリングを使って空中に飛び出し、さらに2つのメモリーアイテムを回収していきます。少し移動してさらにダッシュリングでメモリーアイテムを回収、スプリングにホーミングアタックでもう1つ回収していきます。さあそのまま釣りのポータルに入ります。この釣りの目的としてはエメラルドキーとメモリーアイテムを交換することです。全部で9回の釣りをしてエメラルドキーは12個、メモリーアイテムは可能な限りの交換をしてかさ増しをします。道中のみの回収では目的の数に届かないので、それを補う目的での釣りとなっています。突然なんですがここ結構暇なので、ゴー君の方からゲームの PR をしてもらいたいかなと思います。はい、そうですね、今作ソニックフロンティア結構初心者の方にもおすすめのタイトルになってるかなと思います。というのも本作ってオプションで最高速度の設定や旋回性能を変えることができるんですよね。ソニック初心者の人って結構スピードに振り回されちゃってあんまり気持ちよくプレイできないからもういいかなみたいな感じで投げちゃう人とかいるかなって思うんですけど、本作はねその辺のオプションの設定で結構自由にいじれるので初心者の方でも触りやすいんじゃないかなと思います。ただその辺オプションいじらなくても今作はかなり快適に操作できるので、まあ別にいじらなくてもいいかなっていう気もするんですけどね。あとは経験者の方に向けては、この前のアップデートでジュークボックス機能という機能が追加されてて、オープンゾーンの BGM を過去作の名曲に変えて攻略するっていう機能が追加されてます。まあ、ソニック過去作でもかなりいい曲多いんで、まあ、お気に入りの曲がある方はそういうのに変えてテンション爆上げで攻略してくれれば楽しめるんじゃないかなと思います。今回の RTA ではねちょっと本来のソニックフロンティアの雰囲気を味わってほしいなと思ったので機能は無効にしてやってるんですけど、自分で走るときはもう好き勝手好きな BGM を流しちゃってください。まだ時間あるのでちょっと RTA 的な話をしましょうか。本作結構 RTA もおすすめのとっつきやすいタイトルなんじゃないかなと思います。 HSP やスリングショットに関しては録音延長以外の部分はほとんど同じ入力ですし、他のバグ技とかもあんまり難しいテクニックを要求されないんですよね。ちなみにしゅんさんも本作がソニックシリーズ初体験で、僕が送りつけたんですが初日でスリングショットや HSP の発動までできていましたね。意外と簡単でしたよね。いや発動はともかく RTA だと何回もこう正確なタイミングでやる必要があるので、やっぱり難しいんじゃないかなと思いますね。なんか簡単らしいんで皆さんもぜひ挑戦してみてください。ちなみに僕も RTA としてはソニックフロンティアが初めての挑戦になってます。11月の末くらいから始めて、今ここで走るくらいまでできているので皆さんもまだ全然チャンスあるんじゃないかなと思うので、ぜひ挑戦してみてください。日本人走者あんまりいないんでね、増えてくれると僕としてはとても嬉しいです。さて釣りもそろそろ終わりそうなんで雑談はこの辺にしておきましょうか。チュンさん、あとよろしくお願いします。はい、不況も忘れない走者の鏡でした。さあここからも細かいメモリーアイテムを回収しながら目的地に向かっていきます。さあ行きましょう。スプリングに触れて空中にあるメモリーアイテムを回収、レールからジャンプして続けてメモリーアイテムを回収していきます。さあこの台の上にもメモリーアイテムがあるので回収していきます。さらに坂を使ってジャンプ、空中のメモリーアイテムを回収、続けて地面に埋まっているものも回収していきます。さあこの後はセージに話しかけてイベントを消化していきます。いやー、なんか見覚えのあるコンソールのロックが解除されましたね。さあお待たせしました、シューティング2回目です。
シューティング中結構時間があるので、ここで RTA 的な裏話を一つ。実はソニックフロンティアの RTA はスリングショットが登場するまでヒット&ランと呼ばれるテクニックを使ったルートが存在していました。このテクニック、スピンスラッシュというスキルを習得することで発動することができるのですが、技のヒットした瞬間、おそらく1フレームほどのタイミングでブーストキャンセルをすることで、人間の目には到底追いつかないスピードでソニックを吹っ飛ばすことができました。しかし発動と制御が非常に難しいので、全成功させるのはほぼ不可能と。なのでスリングショットが発見されたときは比較的出しやすいテクニックで十分な時短ができるということで、 RTA 的には革命だったようです。興味のある方は過去の世界記録動画など当たってみると良いかもしれません。さあ、シューティング無事クリアしましたね。いやー、連打疲れました。ここのムービーはスキップできないので、まあ、ちょっと小休憩って感じですね。ですね。さあ、今橋がかかったんですが、この橋は無視して移動します。行きましょう。さあ、ここの敵を使ってスリングショット、一気に3つ目のカオスエメラルドのところまで飛んでいきます。さあ、これで3つ目のカオスエメラルドを回収です。回収したら奥に落下してメモリーアイテムを回収、さらに塔の下にもメモリーアイテムがあるのでそれも回収します。さあ、ここでも再ループからのスプリングショット、地形を無視してエメラルドキーを回収しに行きました。さあ、メモリーアイテムも拾って少し移動したところに赤い風船の敵がいるのでそちらに向かいます。こいつですね。おっと、6本が来てしまった。はい、敵から離れすぎたり間に塔みたいな建物が挟まってしまうとこのように6本が切れてしまいます。さあ、一気に大ジャンプして4つ目のカオスエメラルドの近くまで来ました。少し手前で着地してメモリーアイテムを回収、さらにエメラルドキーもあるので忘れずに拾っていきます。さあ、これで4つ目のカオスエメラルド回収です。さあ、ここからもメモリーアイテムを回収しながら進んでいきます。崖で1つ、さらにレールの上にあるので2つ、さらに箱に隠れているスプリングを触って一気に2つ回収。近くの丘があるのでその上に、はい、埋まっているものも回収。そしたらここの敵を使ってスリングショットで移動します。途中大きな穴があるのでその中にあるものも回収。素早く外へ抜けて少し走っていきます。坂を使って勢いよく飛び出してメモリーアイテムを1つ回収。ここでもう一度スリングショット、次のメモリーアイテムの位置まで一気に飛んでいきます。大きいですね。はい、付近のメモリーアイテムも回収してさらにスリングショットで離れたところに行きます。移動先でも複数メモリーアイテムありますので回収していきましょう。足りそうですね。お、いいですね。数足りそうですね。さあ、これであらかた回収が終わったので最後の電脳空間に向かっていきます。さあ、4-8の電脳空間です。行きましょう。開幕は手すりにホーミングアタック、5枚リングを回収してホーミングブーストで一気にショートカット、赤リングも忘れずに拾っていきます。ここで10枚リングを回収してリング規定を満たします。さらに赤リングを回収、手すりに溜まって進んで赤リングを回収してダッシュリングを無視してブーストで小さい足場に着地、道なりに進んでゴールです。
解説忙しそうですね。いや早い、非常に速いスピーディーに進んでいくステージです。解説すら置き去りにするソニックフロンティア RTA。 さあこれで最後の電脳空間をクリアしました。5つ目のカオスエメラルドの回収に向かいます。さあここも赤い風船を使ってスリングショット。ちょっと方向は良くないですね。ちょっと走りましょうか。走りましょう。はい、そしたらカオスエメラルドを無事回収です。さあメモリアイテムも190個になりましたので、ここから最後のセージのイベントを消化しに向かいます。さあスリングショットで大ジャンプ。ステージに話しかけます。さあまたしてもこのコンソール。本日3回目のシューティングとなります。シューティング、話すことが本当にないので、先月のアップデートで実装されたフォトモードについてでもお話ししましょう。フォトモードといえばよく壁抜けバグとかに利用されていますが、現時点ではまだ、そういったものは見つかっていないようです。まあ、もしフォトモードでスキップできるとしたら、ここ飛ばしたいみたいな瞬間ってありますか？いやもうここですね。アウト、もう当たっちゃった。いやシューティング本当に苦手ですし、シューティング3回あるんでね、もしスキップできるようなことがあればかなり短縮できる気がするんで、いやぜひともスキップできる技が見つかってほしいんですけどね。まだこういうのはなさそうですね。あーよかった、被弾1回で済みましたね。はい、無事クリアしました。さあこの後白のエメラルドを回収するのですが、実はこの段階ではまだ6つしかカオスエメラルドを入手していません。1つ足りない状態です。足りない分はなんとこの後エッグマンが持ってきてくれます。宿命のライバルであるエッグマンが協力してくれる熱い展開なのですが、 RTA では当然スキップしていきます。さてエニーパーセントにおけるラスボス、スプリーム戦です。まずは砲台の回転が停止するのを待って本体に接近。クロスラッシュを連打してダメージを与えていきます。クロスラッシュはこのように連打することができて、技の発動中は敵の動きを止めることができるので、反撃されることなくダメージを与えることができました。さあ第一形態はサクッと終了です。急に BGM が激しくなりました。ここから第二形態で空中戦に進んでいきます。かなり弾幕が濃いので当たらないように接近したいですね。さあうまく接近できたら再びクロスラッシュで攻撃していきます。一定のダメージを与えるとダメージの減少が止まるので、そこまで削ったら一旦離脱をします。おっとちょっと離れられちゃったんで当たるかな。 OKOK、 おいいですね。はい、そしたらおっと破壊できてない、いやだったけど、これで多分いけますね。はい、OK です。砲台を一つ破壊します。さあ砲台を破壊したら QTE が発生します。これに成功するとソニックがスプリームに急速接近します。この後はクロスラッシュ2回とストンピングアタック2回で反撃されることなくフィニッシュです。さあこれでスプリーム撃破となります。この後は3分くらいの長めのムービーが流れた後、タイマーストップタイミングである3連続 QTE が発生します。そこまで時間があるので少し感想とかを聞いてみたいと思います。さあどうでしたか？いや結構全体を通してはうまくいったんじゃないかなと思います。特にレイアウトをあんまりミスらなかったんで。そうですね、レイアウト素晴らしかったですね。はい、練習の時結構ミスってましたもんね。いやー本当良かったです、安心しました。今タイム見た感じもおそらく自己ベタイくらい
もうタイムでクリアできてるんじゃないかなと思うので、かなり良かったと思います。皆さん拍手ありがとうございます。いや、まあ、釣りの時にもちょっと話したんですけど、 RTA まだ始めて半年いかないくらいで、まさかこんなあの舞台に立てると思ってなかったんで、大好きなソニックでこんなところに立ててめちゃくちゃ嬉しいです。しゅんさんも解説初めてですもんね。そうですね、生実況解説完全初見プレイでしたね。初めて&初めてですからね、はい、あのまさか鳥なんてやらせてもらえると思わなくてめちゃくちゃ緊張しましたけど、しっかり走れてよかったですね。よかったですね。エンディング長いな。そうだな、何話そうかな。あ、でももうそろそろ終わりますかね、これ。そうですね、そろそろソニックとステージが宇宙へ行ってくれるのではないでしょうか。唯一の希望はソニック。いい？行こう。いや、あんなにツンケンしてたステージとも最後は仲良くなれましたね。そうですね、急にデレデレですね。さあ、ソニックたちが宇宙に飛び立っていきます。この後はジ・エンドというラスボスと戦うことになります。実は封印されていた破壊の神でした。ただしエニーパーセントでは QTE のみで撃破してしまうため、大した操作はありません。難易度スリル以上の場合はディレクターズカット版として特殊な戦闘をしてからの QTE となります。内容についてはぜひ君たちの目で確かめてみてくれ。この後はレーザーを弾き返してソニックがジエンドに向かって突進していったら QTE が発生します。またちょっとムービーを眺めてみましょう。さあ、ソニックがレーザーを、お、スプリームの助けを借りて弾き返しますね。さあ、せっかくなので皆さんカウント5勝はお願いします。 1,2,3 タイマーストップでお願いします。さあ、 QT 1,2,3 タイマーストップです。あー、よかった、うまくいきましたね。いきましたね。いや、これにてソニックフロンティアの RTA 終了となります。皆様、長時間ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、以上で終了です。ありがとうございました。